このようにコードが絡まって、そして先端の差し込み口が挟まって抜けなくなってしまったコードの外し方をご紹介します。実際には同じような状況でコードが絡まるようなことはないかもしれないですが、手品としても使えるとても楽しいネタです。 まずコードの絡まりですが先端側のコードが上に重なるようにこのような向きで左側に一つ輪っかを作りますこの輪っかに棒が通っていますこのような向きで通るのではなくてこの輪を 左側に倒した状態でこの向きで棒を通しますまずこの先端側のコードは棒の下に挟まっていてそしてこの輪にこのような向きで通った形になりますこの状況で棒の下の隙間が狭くなって動かせない状況になると 先端の差し込み口が挟まって外す時はまずこの交差しているコードの下に重なっているコードを少し引っ張り出してきてそして手前に半周くるっと回すようにして1つ輪っかを作ります。 この時のコードの重ねり方は下で重なっている向きと同じ向きで重なっています。そしてできたこの輪っかを棒の下の隙間から上の方に出します。この輪に先端の差し込み口を下から通します。 そしてコードの元の方を聞いていくとこのように外すことができました素早くやると手品のようで覚えておくと面白いネタです。是非参考にしてみてください。